電気メーカー東芝は人の組織に浸透する極めて小さなカプセルを使って癌細胞を生きたまま観察できる新技術を開発しました開発されたのは細胞の中に入り込める1万分の1ミリのカプセルですこのカプセルに癌細胞に反応して光る検査用の遺伝子を組み込み採取した人の組織に入れると癌細胞を生きたまま観察できます 乳がん検診などの精度の向上が見込まれ、2022年に臨床試験の開始を目指すということです。東芝は原発事業の損失から主力のメモリー事業を売却していて、今後精密医療を成長戦略の柱にしたい考えです。